じゃあ何なんですか今日は、この大掛かりな感じは。初の大掛かり感、はい、俺一人でテンションが上がりそうな雰囲気あるね。いや上がるでしょう。でていうか、まあ、ちなみに今日何今日何ですかこれは。今回はですね、あの三国志新選というゲームから、うん、里崎さんにテストでプレーをしてほしいということで、うん、依頼が来ました。いいね、三国志よく見る俺映画とかでもレッドクリフDVD を持ってるし、はい、三国志いいじゃん。で何しかも何これ、株式会社光栄テクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム三国志13の IP を使用、同社監修のもとで開発されたスマートフォン向けゲームアプリ三国志戦力版に関して、日本でのタイトル名は三国志新戦で出ると。しかもなんか全世界で4000万ダウンロード突破って書いてるよ。三国志すごいよね。それをやってくださいっていうプレイ、特別に今年4月10日から、うん、あのベータ版は、うん、配信されるそうなんですけど、うんうん、一部の人だけ特別に、うん、なんか今回おらおっと特別に特別です。いい、好きな響きだね。好きな響きですね、うん。しかも何これ、事前登録特典があんの。事前登録で漏れなくどうか1万枚プラス星3武将、事前登録期間でどれだけのユーザーが登録してくれるかで、うん、もらえるものが変わってくる。1万人5万人10万人20万人40万人達成でもらえるものが決まるから、だから多くの人が事前登録すればするだけ最初から強いっていうパターンだね。そうです。ああ、ササにかかってますね。そうだ、それはもう登録でしょそんでこれがゲームのグラフィック、すごいね。里崎っていう城になってるじゃん。はい。なんかこれ聞いたところによると、地形が全くその当時のその、まあ、今で言ったら中国だよね、はい、その当時の地形と全く一緒らしいじゃん。そうなんですよ、山とか。そうですね、さらにその地形に応じての戦い方もあるみたいですね。地形に応じて戦い方あるの。地形に応じてどういう攻め方がいいかみたいな。山なら山、はい、平地なら平地、森なら森、はい、で戦い方が変わってくる。へえー、でこれ何、緑のところが俺の領地なの。そうです。これ何、これこれが敵ですね。敵な、近くないめっちゃ近くいるやん。しかもこれ何、守備軍兵士2400人なんだね。これなんでこっちの兵力が相手よりも上回っていれば勝てるし、これ武将がこうしたら自分の一番好きなキャラクターとかっているんですか。それはもうやっぱり諸葛孔明やろやっぱり軍師だからぽいやん、かっこいいじゃん。しかもよ、俺申し訳ないけどそんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないから名前が読めないんだよ誰なのかこれ110人。いざ進軍、いざ進軍、750人まで兵力を持てる、うん、ちょこれすごいね。こいつ2,300人までいけるんだもんね。そうですね、これが多いほどすごいんだろうね。このそうです、そこがレア度になってね。いつでも任をお命じください、いつでも任をお命じくださいって言ってるさらにキャラを食わせて、あそこで成長、うん、強くしていくパターンでね、っていうのも継承していってね。そうです、そうです。しなんかガチャができるらしいじゃん、右下の、うん、東洋をクリックしてもらって。これじゃん、いるやん諸葛孔明。そうです、これ欲しいよね。今こう無料で1回は弾けるので、じゃあこれで誰が弾けるか。すごいじゃん。あと4回投与すると必ず了承か名称獲得だって。いけんな、できるな、ね、もう1回半額だもん。3、あーあと1回したらでもこうプレイしていく中で、うん、おそらくたまると思う。あ、そうなん、そうなん、最後にもう1回引けたら引けたよね、うん、まあまだこれで諸葛孔明欲しいよな。基本的には任務を進めていく流れみたいです。任務、これで田畑を開拓し兵士の腹を満たせ。これちょっと移動してみる。あ、ここに。でこれが占領です。占領でどの部隊に生かすか、これか。でも誰もいなかったからね。あ、いるの2400人いますね。
じゃあそこで勝てない勝てんよっていう状況だと思うので、うん、その舞台の編成を変えた方がいいかもしれない、ね、そうやな友情、うん、ここでですね、こうか対人っていうのをしてもらうと、うん、続けてしまって別ので、ここに誰か入れるってこと？そうです。ああ、でもこの人がいいんじゃん。この人強いよな。この人さっき5000人ぐらい減るから、ね。お望みのままに。でもゼロよ。で、ここで下のこのステータス引っ張る。これが自身が持ってる。あ、こういうこと？軍隊の。ああ、そういうことか。で、これはこの人が強いのは弓兵だったりするんで、うん、弓兵を連れた方が強いですよ。そうだね。でも弓兵どこにいんの？兵種選択ですね。弓。そういうことか。この人も対人か。そうですね。承知。この一緒に組む武将っていうので、うん、もう槍兵が強いのか槍兵が違うので、このバランスを見ていくみたいなところも一歩あるって感じですね。そうだね。全員槍兵になっちゃうの。そうです。じゃあこれやめる。もっと強いのがいればっていうところです。そうだね。承知。もう2人しか無理なんだ今は。そうですね、うん、で確認してで一歩舞台ができたっていうような感じですね。本当はね、徴兵っていう場所がさっきの予備軍を増やしていくところ、うんうん、そうなの。そのために資材とかをいっぱい集めていくっていう感じですね。でもいけるよね、予備軍。いけます。もういけるじゃん。で、あ、1時間52分をかかったらそうです、できるってこと。ああ、そういうことか。おお、ほん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 、面白いじゃん。さっきのところにこの任務をこれで移動して、はい、でこれであ、いけますね。行っちゃえば勝てるっしょ。 おっと兵力敵軍は弱小、恐るに足りずだって書いてるよ。行ってみよう行ってみよう。必ずや命を果たしまする。あ、旗が立ったよ。次の戦に備え気を緩めるな。違う任務もできるんでしょ。そうです。このじゃあ民家を建築する行こうか。建築する。これ1分で終わります。お、1分で終わります。お占領に成功。こな、お、あ、木材増えた。ほんでここが領地になった。これ何、これ何、これはグッズ購入的な。ああ、お店買っていくんだ。そうです。お、民家作れたんじゃん。おい、これだね、これ。そうです。領地を一箇所放棄。よし、これにしよう。これね、何もないもんね。特に放棄、うん、10分かかるし。あ、これ、あとこれか。5箇所占領しよう。占領、これは無理やな。編成し直しや。もうこれ大体覚えてきたで。もう予備軍がいない。365しか。予備軍大事やな。人全然おらんな。吉報を待ちあれ。30秒。これが今いる武将だもんね。そうです。この名官っていうところをクリックすると、うん、全ての武将が見れます。おお、コスト7が一番すごいんだ。でもこの辺とかだとやっぱ有名ですよね。カーン、うん、そうそう、呂布、呂布、ふぅ、強そうやな。もう SSA やん。先方っていうところを開いてもらう、うん、この武将をこう先方に切り替えることができて、うん、特殊能力みたいな。ああ、できんの。素材として武将を使って、うん、特殊能力のものを使って先方、これで検証できるよ。今の俺にはまだ必要ないね。そうですね。これをやればやるほど面白さが伝わってくるね。そうです、そうです。なんで最強の王国を作って。お、いいね、殺戮王国。いいね、いいね、いいね。こうやって土地を広げながらで、ミッションをクリアしていくといろんなものがもらえるから、だからあれだね、今のうちに登録していろんなものを持って、まだだってまだアプリとして始まってないんでしょ。そうです。だから始まる前にまず構築してスタートダッシュ決めるの大事やからな。ということはもう今公平性の中の最初のスタート、大体途中からみんな始めるからさ、大体強いやつがもういるやん。でこれはもう
最初から事前登録して早めにしっかりと武器ももらって王国作っといてスタートしたらアドバンテージあるで。そうっす。でしかも多くの仲間を築き上げながら世界4000万ダウンロードよ。 そのシリーズの中の最新でしょ、入ってきたよね一番で。そしたらもう最初から有利に働けるわけでしょ。今が登録し時です。早めに始めてこのゲームで一番目指しましょう。ぜひ皆さん概要欄から入ってもらって事前登録してアドバンテージを持って自分の王国作っていきましょう。なっとった自分の基地で、あと放棄も放棄した。 OK、 これで放棄して銅貨ももらって偵察、はっ偵察行ってる馬が。お偵察中ってなったよ。どんな武将がいて、何兵なのかとかあるんですか。そしたらその兵の、 そうです、あの組み合わせでこの兵にはこれが強いとか、はい、指はこれに強くてこれに弱いとかがあるんだ。でそれに合わせて部隊組んで攻めると。そうです、そうです。最初から言ってよそしたら兵力を無駄に下げなくても済むってことだっていうのがあります、ね。うん、105人と50人、160人ぐらい死んじゃったね。終わった、完了しました。これが相手か。そうです、槍だね、書いてる、優しい、ここ、うん、推薦指です。占領、直ちに進軍いたすさっきはちょっとズームしすぎちゃった。そうだね、ズームしすぎたから見えなかったんだね。おこれで騎乗、一度下がるぞ。弓で行ってどんだけ人が生きてるか。あ、でもやっぱあんま死んでないな。そうですね、さっき100何十人いなかったのに、はい、32と38だから100人いってないもんね、はい、相手のやつによって変えた方が全然いいね。はい、うん、任務これで、はい、達成で、この地上すると確か140個もらえるんで。本当だ、あ、これで受賞が3人できる。よし、じゃあ最後にガチャやって諸葛孔明もらおう。はいさあこれね、さあ まあでも分かりやすいね、はい、あの任務を遂行していくと、まあ、領地も広がりながら戦って、ね、仲間が増えればまたいろんなものができていくから、これでも早めにやり出さないとアドバンテージ欲しいな。だって今は攻められたら負けるもんな、正直。でも分かりやすいね。だからもしね、あの皆さんもですね、あのいろいろ楽しめることがあると思うんで、早めの登録、あの概要欄貼ってるんで、ぜひお楽しみください。以上です。